天気から34です。パズルの16で、この3次元のアミメ回路の電位分布とか、電解の様子を書けるよ、ということをやっとったんですが、これに、これみたいな、何段かける何段の時の、どことどこと間の合成抵抗を求めようというパターンのやつの電位分布のグラフを書くというのをやってみました。まあ、これは XI と Y 座標が、簡単な整数なんで、それをちょっと入れてやるだけでいいんで、プログラムはこんなぐらいにできました。で、これが3次元ルーレットコードの 10×10×10 の111と667にやった時の、合成抵抗が、こうやってきれいに可視化されておくわけであります。あれ、動かんな。あ、時間かかってるか。やってもいいか。つまりは、000と、10段だから、0から始まって、10ということは、これ11段ということですね。11段と。いうのをちょっとやってみると、まず点数が、これは0から始まって10まで11個あるので、そうですね、もう今、余るわけです。の、データの点数が1331段になったんで、端っこはとにかく0番と。いうんで、反応しない。そうか、一旦検査を停止すればよかったかもしれないです。自動計算するようになってるので、変なループに入ってしまってます。計算をストップできる形まで。ここを0として、ここを1331として、ここ1.3までってきました。しっかり、ロット。あ、次、クックックック。うん、すみし。あ、しっかり。ループ眠ってますね。また適当なストーリーで急に動き出すな。危ない。で、あと、失礼して、なんか全然 VP がおかしいな。一個小さくしなあかんか。これで、ありました。やっぱり計算は一旦止めといた方が、両方と使ったときはいいみたいです。で、どこで時間かかってこいと、ここで時間がかかってます。というよりももっと言うと、このプロットに時間がかかってます。なんでかっていうと、1331個の点の X 座標と Y 座標と Z 座標を全部つながるので、結構面倒ってことで、時間かかるということで、まあ、あっといてことがわかるかと思います。何がすごいかというと、任意の点と任意の点で、任意の段数で自動計算できるということです。はい、以上です。